しかし、よくもここまで成長したものだ。まだ荒削りなところもあるが、それでも9大天の出来だった。渦巻きナルト、我が弟子ながらまっすぐに歩んでいる。今まで見てきた弟子の中でもお前はとりわけ雑で騒がしく頭が悪く、そして強き忍びだった。わしの意志を継ぐ者、それはまさしく雨隠れの里。ここに暁のリーダーが潜伏しているという情報を得たわしは、早速現場に向かい、詳細な情報を集めようと走った。ここはかつて短い間ではあったが、わしの弟子として育った3人の子供たちがいた。各々が互いのことを思い、彼らこそ平和への道を切り開いてくれるものだと考えていた。だが、しかし、まさかこのような場所で再会するとは思ってもみなかった。暁の者として弟子の一人であるコナンはわしの前に現れた。暁のリーダーを神と崇めるコナンからは、かつての温かさは消えていた。あのコナンが闇に落ちたというのか。ならば、せめて死として引導を渡さねば。決意。お前がここにいるということは、他の二人もいるということか。それを知ったところでどうにもならぬ。あなたはここで命を落とすのだ。言うようになったのう、コナン。戦闘開始。今の小説に使えよ。
いかにや。だが、わしの気持ちなど、この場では何になろうか。あ、コナンとの戦いがさらに激化する中、やつは、暁のリーダーであるペインは、悠然とわしの前に現れた。ペイン、その正体は予想していた通り、ナガトだった。コナン、ナガトは、最も崇高な目であるリンネガンを開眼した男。なぜそれほどの者が暁という闇に落ちたのか。いや、それよりもなぜナガトだけでなくわしの前に現れた全員のペインがリンネガンを宿しているのか。今日だがこれだけは分かっている。もはやお互いに説明は不要なのだ。わしはナガトをペインを止めなくてはならない。我が弟子ながら相手はそれこそ神に匹敵するほどの力を持つ。なん、全ての力を持って奴を始末するためわしは二大千釜を口寄せし千人モードを発動させた。この一戦でケリをつけるために。ペイン、いやナガト、お前がなぜこのようなことを。先生、あなたはまだ人でしか。だが俺はあの頃より成長したのだ。この世を導く者、神。神か。まさかお前が冗談を言うとはな。神としてあんたに痛みを与えてやる。もはや言葉は不要というわけか。ならばわしも手加減なしで行く。ナガト、お前はここでわしが消す。戦闘開始。ナガト、覚悟。その手、行くぞ。甘いくらい。甘いわ。勝ったのはわしだ。チャクラを限界まで使い満身創痍だとしてもペインを倒せたのであればそれ、二大千釜に感謝を。戦いはもう終わった。これで木ノ葉に帰ることができるはずだった。
あいつは、ペインは、まるで何ともなかったかのように再びわしの前に立ちふさがった。やつは一体、なぜやつは平然としている。今、残りのチャクラで、わしにできることは。諦めろ。あんたの負けだ。まだだ。わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて一体だけでも。まあいい。どうせあんたはここで果てる運命だ。くっ。チャクラが。足らん。甘いな。うわうわ。よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、ダメだ。気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、そうだ、ナルト、お前はどんな時も諦めなかった。ならば、死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら、弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとるな。そうだろう、ナルトよ。のう、さすがジライア先生だ。しぶとい。もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。うわ。これでわしのジライア豪傑物語もついに結びか。思い返せば、わしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。火影たちが成したいように比べれば、わしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや、違う。そうだ、わしは、わしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ、安心してここまで来られた。の、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共に会ったおかげで、わしはここまで歩いて来られた。お前の存在が、わしの、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろ天を置くとしよう。お、そうだ、続編のタイトルは何がいいかの。そうだな、渦巻きナルト物語。うん、それがいい。
This video is part of the Way Movement, a career path in video sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv.